今週もお2枚の放送日をよろしくお願いします。あとこちらですね、まだこの不具合の情報も出ているみたいです。こちらも確認よろしくお願いします。というわけでチャレンジクエスト2週目ですね。ロッテちゃん攻略していきましょう。チャレンジうるわしの女海賊ですね、こちらやっていきましょう。で、試しにこちらの学校暮らしの2人組使ってみようと思ったんです。このダンジョンに関しては分が悪いですね。なので標準通り戦士で倒していきましょう。ほら、早く出発しよう。こいつできる。よし、では行きましょう。今回はブレンドエースのですね、大回復するスキルカードを使っていきましょう。で、これオートカーソルだと真ん中狙っちゃうんで、個別に狙っていきましょう。凛ちゃんに近づくやつはただじゃ置かない。スタンも取れますね。です、こんな感じです。で、これ確かヘイトも狙ってくれるんだったかな。なんかピンポイント爆撃みたいな感じでやってくるんですよね。全て終わらせてやる。12時の鐘が鳴る前に。だからナイトは必須ですね。あ、これチャージ攻撃はこれ。あー、すごい嫌ってきますね。そんなー。クリスマス商戦で鍛えてるからね。オッケー、こういう感じでもいいですね。で、何かしらちょいちょい何回やってくるんで気をつけてくださいね。チャージのダウンとかやってきそうだな。これですね、とっておきのゲージを下げてくるということですね。これ注意です。パターン読み違えなければ大丈夫です。号令を聞き逃すな。よし、耐えられます。まあこういう時に回復カードが必須だということですね。何でしょうか。もうちょっとだな。ほら、元気出るよ。よし、この感じですかね。離れなければ大丈夫ですね。よし、では2連発いきましょう。ね、一応対策済みですね。2連発いきましょう。決めちゃっていいかな。よし、次行くよ。さあ、トロピカルビッグウェーブ。よし、この感じですね。うん、勝ててよかったよ。これ魔法で勝つのも結構難しいですね。敵の行動パターンが複雑なので注意してくださいね。僕は個人的に戦士の方が狩りやすいですね。で、さっきのオフライン版についてですね、こちら、あ、なんかやっぱり不具合が出ていたみたいですね。 3.4.0 からバージョンアップ版が出たみたいです。これ更新忘れにご注意くださいね。28日のメンテナンス後よりですね、変わるみたいです。これご注意です。